れどれ。うん、今日もちゃんと成長してますね。またそれ。ヒーロー賞っていろいろあるんだからさ、今日は違うのにしよう。虹の魔境とかは、俺がフレイムマンで、お前は残像に操られるフレイムマンの仲間だ。やだよ、どうしていつも僕がやられる役なの。悪役なんてやりたくない。それにこの前約束したじゃん、僕がフレイムマンじゃなきゃ一緒に遊ばないって。分かったよ、じゃあ違うのにしよう。海の底の一大事は、お前がフレイムマンで俺がフレイムマンの仲間、これで文句はないだろ。スミちゃん、やだ、また僕を騙そうとしてる。海の底の一大事は、最初からフレイムマンが敵の罠にはまってすごくかっこ悪いやつじゃん。それに結局また僕がやられることになるし。うん、そうやって僕をいじめるならリーダーのまーちゃんに言っちゃうもんね。まーちゃんに言ったって無駄だよ。むしろまーちゃんがいたら、お前なんか絶対フレイムマンになれないよ。それでも叩かれる役にはならないもん。変な人と空飛ぶウサギだ。まーちゃんがいないときはこの俺がリーダーだからな。お前も一緒に遊びたいのか。じゃあお前残像の役な。新たな名称を認識、ウサギを呼び名に追加しました。演算速度が 150% に上昇、 CPU 温度90度、91度、92度。CPU の温度が上がらないようにプログラミングした。もう大丈夫。新たな名称ウサギを記録しました。ああ、びっくりした。お兄ちゃん、まーちゃんに会いに来たの。まーちゃん今いないんだ。用事があるなら何でも僕に言って、そっくりそのままリーダーのまーちゃんに言っておくからさ。あ、レイちゃんまた嘘ついてる。まーちゃんずっといないんだから伝言なんてできないだろ。そんなことないもん、明日はまーちゃんが一番好きなヒーローショーの日だから絶対に来るもん。昨日だって、その昨日だってヒーローショーはやってたけど、まーちゃん来なかったじゃんか。スミちゃんのバカ、あっち行って。ベータ。まーちゃんは僕たちと一緒に街の中で遊んでるか、ヒーローショーを見に行ってるか、あとは秘密基地に行ってるよ。キーワード検出、秘密基地。まーちゃんが秘密基地のことは絶対に秘密だって、場所とか言っちゃダメだって言ってたから。
そういえば、確かに体の中の炎の力が覚醒しそうだってまーちゃんが言ってたかも。もうすぐフレイムマンみたいなヒーローになるんだって。お兄ちゃんは悪い人に見えないし、それなら。お兄ちゃん、まーちゃんには絶対に僕が秘密基地のことを教えたって言わないでね。それからそれから早く戻ってきて一緒に遊ぼうって伝えて。フォトンシンセシス。傷つけさせない。私に任せて。融合。
電話。悪くはない。ここへ来た甲斐があった。僕のフレームパンチを見せてやる。うわあ、くる。ありがとう、お兄ちゃん。それは言えない。でもお兄ちゃん助けてくれたから。じゃあ特別にお兄ちゃんにだけ教えてあげる。ごほん、この僕まーちゃんは今まさに共鳴の力が覚醒しようとしているんだ。ヒーローショーに出てくるヒーローはみんな共鳴の力を使える共鳴者だからね。生まれた瞬間から共鳴者のヒーローもいるし、人里離れた洞窟で修行をして共鳴者になったヒーローもいるんだ。そしてしばらく時が経ち、温魂が現れ共鳴の力が覚醒する。僕こういうストーリー大好き。だから最近はたくさんご飯食べて、たくさん寝て、秘密基地にこもって、そうやってヒーローがやってた修行をしてるんだ。僕の中に眠る共鳴の力のためにね。大好きなヒーローショーも頑張って我慢してるんだから。あ、それはまだだけど。でも共鳴変異っていうのがあってね、フレイムマンは危険が迫った時に最強の共鳴の力を使えるようになるんだ。それなら僕だって一番怖い敵と戦えば力が覚醒するはず。あれは想定外っていうか、僕もあの残像がどこから出てきたのかわからない。でもすごいヒーローになるためには残像よりも強い相手と戦わないと。でもそれじゃあお兄ちゃんはどうすれば共鳴の力が覚醒すると思う？そりゃそうだよ、共鳴の力がないとヒーローにはなれない。ヒーローは共鳴者だって決まってるんだから。ヒーローになったらちゃんと仲間を守れるようになる。何も怖くなくなるんだ。それにヒーローってかっこいいじゃん。ヒーローショーだとみんなフレイムマンばっかり褒めるしさ。だからヒーローのただの仲間で終わりたくないんだ。え、どうやって？お兄ちゃん早く教えて。え、それお母さんがいつも言ってることと同じじゃん。お兄ちゃんもっと真剣に答えてよ。ヒーローなら何人か心当たりがある。彼らなら何か知ってるかも。彼らの暮らしぶりや冒険の話を記録して見せてあげるよ。実際のお手本を見れば少しは参考になるかもしれない。おお、いいの？それってヒーローショーよりもすごいんじゃない？
お兄ちゃん、そのヒーローたちのお話はいつ聞かせてくれるの？レイちゃんとスミちゃんにも聞かせてあげたいんだ。時間と場所の設定、宵月会をおすすめします。月水祭当日に開催される宵月会、こんな一大イベントなら子供たちもきっとみんな聞きに来るはずだ。それに月水祭まであと数日ある。その間にまーちゃんの願いを叶える準備ができるな。じゃあ月水祭当日の宵月会はどう？それまでにいろんな話を記録してくるよ。うん、約束だよ。絶対だからね。お兄ちゃん、また宵月会で会おうね。僕もヒーローになりたいか。大人も見習うべき誠実な願いだね。それに子供ならではの激しくて純粋な願いだ。だけど共鳴の力を持つことでヒーローになりたいだなんて。共鳴者が生まれる条件はとても複雑なんだ。ほんのわずかな時間で普通の人間と共鳴者を隔てる壁を越えるのは研究員の力をもってしてもまだまだ実現が難しい。それでも願いを叶えてあげようというのなら悪いけど僕にできることはないかもしれない。確かにそうだね。ヒーローショーはあまり見たことないけど、きっとフレイムマンだって共鳴の力だけでみんなを助けているわけではないはずだ。勇気、不屈の心、それから互いに信頼し合い支え合うことができる貴重な仲間、どれもが不可欠。生きたお手本として本当のヒーローを見せてあげる。とても素晴らしいアイデアだね。それで君は誰が本当のヒーローにふさわしいと思う？
悪くないね。レインは僕がずっと尊敬してきた人の一人なんだ。だけど変態が関わってくるとなると事前に許可を取らないといけないね。酔いづき会までそれほど時間もないし間に合わないかも。勇気も不屈の心も責任感もあるし、肩を並べて戦う仲間もいる。強敵が立ちはだかろうと決して退くことはない。漂白者、僕は君が一番の適任者だと思うよ。今週を救ったことだけでもヒーローだと名乗るには十分だと思うけどね。それに意図的に何かを教える必要はない。本物のヒーローはわざとらしく演技をしなくていいんだ。君自身が言ったように日常を記録して君の普段の姿を見せればいいと思うよ。普段の生活風景を記録できるようデバイスを調整しておくね。それじゃあ頼んだよ。4つ目の願いの解析にはもう少し時間がかかりそうなんだ。解析が終わり次第また連絡するよ。もうすぐ酔いづき会、月の際に届けられた願いが全て叶うといいな。